る。日曜日なんだからさ、ゴロゴロしてないでどっか行ってきたら？え？日曜日だから今日あれだよ、胸をトレーニングする日なんだよ。だからゴロゴロなんかしないよ。このトレーニング雑誌を読んで今モチベーションをめっちゃ高めてんだよ。ライトオンにさ、公園とか行きたくないの？あ、行きたい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 よね。行きたい。あ、ちょっとぐーたらしてるパパに鬼から電話かかってきたみたい。え、鬼から電話？鬼に知り合いなんかいねえでしょ。あ、かかってきちゃった、かかってきちゃった。え、知ってる人？お、ちょっと待って、めっちゃ怖いんだけど、何この顔。え、ちょっと待って、知り合いじゃないよ、こんなやつ。え、これ、来ていい？え、ダメだ、ちょっと出てみてよ、怖いから。え、ちょっと、ちょっと。もしもし。おん、赤鬼です。いや、めっちゃ声怖っ。何こいつ。パパ。お、はい。いつまでゴロゴロしてるんですか？え、ゴロゴロしてないっすよ。子供が遊びに行きたいって言ってるじゃないですか。あ、はい。この間、お化けのお千代から、いろいろと聞きましたよ。お化けのお千代？ママには内緒にしときますから、早く子供たち連れて遊びに行ってきてくださいよ。いや、ま、行く？遊びに行きたいとまた送られるよ。いいの？いや、そうね、赤鬼めっちゃ怖いな。俺も赤鬼だけど、俺よりめちゃめちゃ怖い顔してんだけど、ムッキムキやし。どうする？じゃあどっか行く？うん、公園。よし、じゃあ公園行こうか。うん、オッケー、じゃあ準備しよう。よし、おー。はい、というわけでですね、今回は鬼から電話、パパバージョンですかね、をちょっとやってみました。はい、いやー、鬼から電話、いろいろね、バージョンがありますね。ね、種類がいっぱいあってね。自分が鬼になって、鬼から鬼に電話かかってくるっていう。いや、もうね、本当に鬼からね、電話かかってくるっていうね、初めてのシチュエーションですけども。ライトオン鬼さん。はい。鬼になった気分はどうですか？いや、なんか、元気になった気分。元気だ。元気じゃないスーンって感じ。スーンって感じ。スーンって感じした。スーンって。めちゃめちゃ可愛い。スーン。頭のボリューム負けてないよ、赤鬼に。パパ鬼に。うん。ボリューム。いやでもパパの場合、パパに角2本だぜ。うん。1本。一本でもさ、女でパパに勝てればいいだけだ。そうか。嫌いちゃうの。はい、ということで今回はですね、鬼から電話の、パパがゴロゴロしている時というバージョンでお送りしました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。